はい。それではマウンテンロッドについてご説明していきたいと思います。ね、このマウンテンロッドは、あの、すっごい特徴があります。マウンテンロッドあのね、これはね、私結構ね、お助けしていただいてるロッドなんですよ、実は。これね、皆さん結構課題な一えさんいるじゃないですか。この一えさんに使った時結構、 ありがとう、マウンテンロットって多分思うと思います。なんでかっていうと、これね、マウンテンロットってここの、この形ねこれが山みたいだから付けた名前なんですけど、これにね、関係ない。あの、重要なのは、ここのね、山なんですよ。山間。で、これね、えー、っとね、透明だから訳分かりづらいんですけど、ここ、うーんとね、ロットで言うと、ここね、 リッチがこうやってあってからしっかり丸が前に出てからこうなってるんですよ。ね、この意味わかります？ここにすごい厚みがあるので、あのね、人への重たいまぶたの方こうあって目がありますよね。こうなってて、ここにね結構こう被さっ できてている方がこういても普通この辺なんですよ。あの、この辺、眼球の後ろ、後ろか真上ぐらいから出てるけど、ちょっとぼてっと思った人って、こう前に乗っかった感じでこう来るじゃないですか。こうね、こ、この辺までこうやって、ボテっと、ここのところがぼてっと、これまぶたね、まぶたがこうボテっと乗っちゃってる方。でも、ここでクッ、くー と避けてくれてからこう行くんです。だからね、上がってる感じも出るし、なんだろう、まぶたを気にせず使うことができて、本当にね、あの、困った時、結構助けてくれるロットです。でね、私、絵が下手でこんななっちゃってるんですけど、あの、なんて言ったらいいんだろう、これちょっと書きますね。こ,こ、ここの高さがすごい高いの。ここの高さ。 わかります最初の巻き出しの高さだそれで、まあ、目があってこうじゃないですかこうやってここの高さが高いっていうのはうーんとなんて言ったらこううんとこの場合はだからこうだから前にねこう出てるって感じかな前に出てからまん丸くこうみたいな。 ちょっとね絵が下手すぎてほんとごめんなさいなんだけどあのー、まあ要はねここまでこういう風に重たいまぶたの方がこうやっていてもここまで前にしっかりと高さがここで出せるからここがね高いから高さが出てからぐーってこっち来るのねだからここの厚みですっごいこの重たいまぶたを綺麗に避けてくれたりするんですよこうやって。 だからもうほんと一重の方とかまあもちろんそういう方あこの方結構この目よりも前にっていうかこうこうやって毛がこうやってあったらこの上の方までこうやってまぶた乗っかってきてるなっていう方いますよね。 これが、ここまでまぶたが来て、毛がこうやってあるのに、毛の根元が見えなくて、こう、覆いかぶさっちゃってる方とかの時って、やっぱり、あの、根元のね <laughs>、ここの高さが取れるロットではないと、絶対これにぶつかるんですよ。で、これにぶつかることによって、根元から、例えばこう、上げる、こういうロット使っても、絶対ここにまぶたがいるから、この、このようには上がらないじゃないですか。ここの、こ,このまぶたにぶつかって、この毛が押し返されちゃうんですね、こっちに。 だから、こうしかならない。こう。こういう角度。頑張っても。この、このまぶたのところから、こう出てくる。 しかなくなっちゃうから根元からこういう立ち上げるロットなんてい薄いロットとかもう絶対にこういう人には合わないんですよ。だからやっぱりそれを避けるにはこのまぶたのここの厚みを一度避けてからこうなってくれるものが欲しいんですね。で、その時にここの高さっていうのが重要なんですね。ここの一番下の立地に リッチの子は、あの、そうですね。根元からの高さですね。距離。ここの距離がしっかりと取れるロットっていうのは、こういうふうに、ここ距離を取って前に出してから、要はまぶたを避けるように、前に出てからカールがかかるので、そのまぶたを避けるようにして、毛先に、毛先がこう、まぶたに沿うような感じっていうかな。クーっとくるんですね。なので、なんだろう、一人の方とかでも、 こうやって目が開いた時にちゃんとまぶたがこうやって重たくここにこうやっているんだけどここに毛がちゃんとこう起き上がってくる。何この絵超下手くそでごめんなさい。目がこうやってあってこれ,これまぶた <laughs>。本当にやばい絵でごめんなさい。でここにチュッチュッチュッてこう出てくるようなあるじゃないですか。そういう感じのシルエットに持ってこれるんですよこの <coughs> マウンテンロッドは。なのでめちゃくちゃ便利。で これねめっちゃ柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかくて、あの、ちょっとこう、カーブするようなところも密着させて置くことができるんです。だから、眼球の大きい方とか <laughs> あ、目が大きいにしましょうね。目が大きい方とか、えっと、アーチ強い。 方とか、ほら結構どうですこれ、皆さん結構これ見るとめちゃくちゃ万能そうに見えませんか一いの方も難しいですよね。それプラス、やっぱり目の大きい方とかってこう、目がこう出てるから、あの、なんで、ここの出っ張りに合わせて、やっぱり、あの、カールをかけてあげないと、この、なんて言うんだろうな、とか、あと、そう、 うーんアーチ目、目閉じた時にロットを置きますよね。その時に、ここが硬いロットを使っちゃうと、あの、アーチに合わなくって、カールが目,目に沿ったように綺麗に出ないんですよ。だから、やっぱりこういう柔軟性のあるロットを目の大きい方に使ってあげて、こうね、ピタッと沿わせてあげた中でカールが出せると、開いた時にすっごい目に沿うような綺麗なカールが出たりするんですね。 あとは、このアーチがね、強い方、同じ感じね。あのー、なんだろう、こういうふうに、うんと、目頭目尻がね、ぐーっと下がってる方 <coughs>。目がこうやってあって、こうやって、ここのアーチね。これは眼球だから、前ね、前、うんと、目がこうやってあったら、ここのアーチね、ここのアーチ。じゃなくて、今度はね、こっちサイドのアーチね、ここの横のアーチが、 強い方っていうのも、まっすぐのロット使っちゃうと、目頭と目尻上がりにくいですよね。だってロットをこうやってまっすぐになってて、これ以上形があんまり歪んでくれなかったら、こことここがこう距離があるから、ね、毛がなかなか落ち着いてきてくれないですよね。とか、まあ、巻いた後とかにズルズルズルっとこう、ちょっと緩みができるような、あの、瞬間があればね、例えば、あのーえー、拭き取りしてたりとか、 ね、そういうことをしてるうちに、ズル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 落っこってきちゃって、こことここが気づいたら、あと、お薬もそうですよね。お薬のせている時も水分だから、どうしてもこう、ズルズルっとこう、下がってきやすいんですよ。あの、しっかりとグルーで固めてない限り。アーチのこの、丸みに負けてしまって、毛が下がってくることがあるので、やっぱりこういうふうな柔軟性のあるものは、こういうふうにカーブに沿わせられるんですよね。だから、こういうふうにカーブに沿わせつつ、綺麗に巻けるっていう、 ロットっていうことで、結構万能です。こう、だから素材も、私やっぱりね、このロットを選んでいくときにもそうなんですけど、やっぱり素材感もすごい大事にしてますし、あの、なんで、この、ロット、白にしたかって言うと、やっぱりサニーロットとか、あの、万能ロットとか、その辺って結構、やっぱりあの、カラフルで可愛いじゃないですか。でもこれって色味なくて、すっごい、あの、なんか、 シンプルだから、ちょっと絵って感じになるかと思うんですけど、こういうロットって私の中では、こういう難しい、難易度の高い方をやるときのロットなので、これに色がついちゃってると、下に挟んでる毛とかが見えなくなっちゃうんですよ。だから、例えば、こうやってやったとき、ん下の、下の絵が透けて見えますよね。こうやって。下に踏んでる毛が見えるってことなんですよ。 こうやってやると、下にいるのが見えるから、もしも、このロットの下に、毛が挟まってしまった時、こういう風に、ピッとかね、一本下に挟んじゃってんなって時も、このようにして見えるんですよ。だから、<coughs> 特に一重の方とか、あの、やるときって、ロットかなり前の方に出すので、根元をよくしっかり見えないときってありますよね。そういったときでも挟んでる毛がこのように見えてくれるから、すごいね、あの、失敗しにくいんです。 可愛いおしゃれも大事なんですよ。これに色がついてて可愛いなって思うのもテンション上がるし仕事楽しくなるからいいんだけど、やっぱね、こういうね、あの、巻きにくい方やるときのロッドはやっぱりね、透明っていうかね、半透明、こういうので、やっぱ下が透けるようにしとくのがやっぱりベストだと私は思います。なので、私はこのね、素材感にこう柔らかさに助けてもらったり、この透け感に助けてもらったり、やっぱりこれね、グルーでしっかり貼り付けたときって毛が逃げないようにな素材なんですよ。 ガチッと固まって、毛をこう戻しにくい。要はさっき言ったみたいに、こういうね、アーチが強い方をやった時に、一回巻いた毛がすぐに戻ってしまうようなツルツルとした素材だと、やっぱりせっかく巻いたものがずれてしまったりとか、あの、自分のお直しにも時間かかってさらに大変になりますよね。そういったものも助けてくれるっていうね、ところで、まあ、素材感から、形から、結構これはあの、こだわって、あの、 選んでます。で、これねあ、書き忘れちゃったけど、S、SS、S、<coughs> M、L、1、2、3、4、あれ L、L、L だね。で、この5種類、あります。だから、これ一つとりあえず持っとけば、まあ、一重の方とか来て、前の方の層に出さなきゃいけないなとか、そういうね、技術的な、あのー、ことも、 一緒に合わせてやってもちろんもらいたいんだけれども、まだね、その段階にない人とかでも、まあ、これを、まず一旦合わせて使っていただけたら、今までよりは上がったってきっと思えると思うんですよ。ただ、もちろんこれもね、こういう風に、くーっていう、こう、アーチがあるから、ちょっと形は違うんだけどな、なんかうまく描けないですねってね、うん、こうやって、 ここの高さがあって、こう,いうふうに避けてくれるから、まぶたの厚みを避けてはくれるんですけれども、やっぱり、あの、<coughs> ここに返ってくる毛を考えてあげないと、やっぱりまぶたにぶつかっちゃうので、あのー、うーん、7割から8割くらいまでの間で <coughs> 巻いてることが私は多いかな、と思います。 ま、これは、あの、もちろん、技術者さんね、あの、慣れてる技術者さんだったら、もう、全然ご自身で選んでやっていただけたらいいんですけど、まあ、その初心者の方が、このロットを手に取ろうともししてるんだとすれば、これを参考にしていただければいいかなっていうところで、これはお話ししています。なので、毛先の帰り方まで見て、これをね <coughs>、まぶた分厚い方に10割の毛、 毛先までのところのサイズ感で巻いてしまうとちょっと毛,毛先がぶつかるんじゃないかなと思うので、その辺はね、強弱つけながら使ってほしいんですが、まあ、注意点もあるはあるんですけれども、とにかく人絵とか、目が大きい方とか、アーチが強い方とか、 自分たちは結構ねこう困っている時に役立つのがこのマウンテンロッドかなという風に思いますなのでねぜひぜひこれもね1個持ってい,いていただくと全然ね違うんじゃないかなと思いますのでぜひぜひあのお買い求めにしてみてくださいありがとうございます